はい、こんにちは、116ウィンズです。今回の動画でも引き続き暗黒マリナーズの話をしていきたいなと思うんですけれども、今回ピックアップするのは2008年のマリナーズですね。この年はですね、まあシーズン101敗を喫して、まあ本当ならば、まあベダードも取ってプレイオフを狙いたいという1年だったんですけれども、まあ結果として、まあ非常に地獄のような1年を送りまして、当然ながらこのチームを作ったバベシ GM も、まあシーズン途中で解任ということになりましたので、マリナーズとしても早く忘れ去りたいような1年となってしまいました。ただこれだけボロボロになったチームにも、一つだけ希望があって、まあそれが翌年のドラフトだったんですね。MLB のドラフトは、まあ、仕組み上負ければ負けるほど、まあ、翌年のドラフトで良い順位を得られる仕組みになっているんですね。で、シーズン101敗を喫したマリナーズであれば、まあ、十分にですね、全体1位指名も狙えるような、まあ、位置にシーズン終盤まで位置づけていたんですけれども、ただそうもうまくいかないのがマリナーズという球団ですので、今回の動画では特にシーズン終盤の最後の3連戦に着目してお話ししていきたいなと思います。で、最初の方でですね、翌年のドラフトがマリナーズにとって希望だったという話をしましたけれども、まあそれもそのはずで、翌年のドラフトの全体1位候補として、スティーブン・ストラスバーグというピッチャーがいたんですね。当時サンディエゴ州立大学に所属していたストラスバーグなんですけれども、まあドラフト前からですね、もうドラフト史上最高の投手だという評価を得ていまして、で、2008年の北京オリンピックでも、まあ大学生として唯一アメリカ代表にも選出されているほどの逸材でしたので、マリナーズファンとしてもストラスバーグがもしマリナーズに来てくれれば、本当にフランチャイズの運命を変えてくれるとも思っていましたし、まあおそらくチーム側も同じ考えだったと思いますので、なんとしてでもですね、全体1位でストラスバーグを指名したいという思いはあったはずなんですね。ただその全体1位指名の争奪戦はかなり激しいものでして、というのもマリナーズの他にワシントンナショナルズも、まあ、マリナーズと同じぐらい負けていたんですね。シーズン最後の3連戦を迎える時点での成績はマリナーズが58勝101敗で、で、ナショナルズが59勝99敗でしたので、ゲーム差に換算すると 1.5 ゲーム差とかなり熾烈な争いだったんですね。ただマリナーズがやや有利なポジションにいまして、というのも、両チームとも残り3試合ですから、マリナーズとしては、あと2回負ければ自動的に全体1位指名が決まりますし、あるいはナショナルズが1回勝って、マリナーズが1回負けるという展開でも自動的に1位が決まるという状況でしたので、まあ、マリナーズとしてはですね、まあほぼほぼ全体1位指名っていうのは、まあ確定したとも言ってもいい状況ではあったんですね。マリナーズとして唯一気をつけたい展開は、まあ、3連勝してしまうとちょっと可能性が怪しくなってきますので、まあ、3連勝さえしなければなんとかなるぐらいの、まあ、気持ちで十分良かったんですけれど、この時点で58勝101敗のチームがここから3連勝するなんてまずありえないじゃないですか。ファンも正直そう思っていたんで、まあ、安心して見ていたんですけれど、ここでですね、ある人物が立ちはだかります。で、その人物の名前がユニエスキー・ベタンコートですね。イチローとプレイした期間もそれなりに長いですし、また日本のオリックスでもプレイしたこともあるベタンコートですので、まあ日本でも結構馴染みのある選手だと思うんですけれども、まあ、メジャーリーガー時代のベタンコートっていうのは、まああまりレベルの高い選手では正直いなかったですね。まあ特に2008年シーズンっていうのは本当に MLB でも最低クラスのレギュラー選手でしたし、この年のベタンコートは打撃も守備も振るわない1年を送っていたんですね。シーズン最後の3連戦を迎える時点での打撃成績は、まあ打率こそ2割7分2厘、とまあそれなりにあったんですけれども、まあ、出塁率は2割9分2厘、長打率は3割8分とかなり低調な成績でして、まあ、正直プロスペクト時代の彼の期待値を考えるともうがっかりと言わざるを得ない成績だったんですね。でそんなファンをやきもきさせたベタンコートがシーズン最後の最後になって絶好調になったんですね。で、それがこちらのスライドの通りですね。まず9月26日の、まあ、3連戦初戦ですね。ベタンコート5打数2安打1得点。で、しかもこの1得点というのも、まあ、一時同点となるホームインということで、まあ、非常にいい活躍を見せたと。で、翌9月27日は3打数3安打2得点。で、しかもかなり憎い活躍を見せてまして、まあ、初回にこの試合マリナーズは6得点を挙げてるんですけれども、まあ、先頭のイチローがヒットで出塁した後に、まあ、ベタンコートが意表をつくセーフティーバントで、まあ、出塁して、まあ、一気にチャンスを広げて、ビッグイニングにつなげたという試合でしたので、まあ、ベタンコートの活躍というのは非常に大きかった試合でしたね。そしてシーズン最終戦となる9月28日は4打数2安打。で、しかも決勝の2点タイムリーも放っているということで、合計するとベタンコートこの3連戦で12打数7安打なんですね。シーズン中あれだけ微妙な打撃を披露していたベタンコートが、
そのベタンコートが最後の3連戦に限ってこんだけ打っちゃったわけですよ。で、このベタンコートの活躍もあって、マリナーズは最後の3連戦3連勝しちゃったんですね。最初の方で3連勝するとちょっと全体1位が怪しくなるっていう話をしたんですけれども、マリナーズまさかの3連勝で、で、ライバルだったナショナルズはフィリーズにきっちり3連敗したんですね。この結果何が起きたかというと、ナショナルズ59勝102敗、マリナーズが61勝101敗ということで、ナショナルズが大逆転で2009年のドラフト全体1位指名権を獲得したんですね。いや、ほんとナショナルズはベタンコートに感謝してほしいと思うんですよね。突然絶好調になって、別に打つのはもちろん悪いことではないんですけど、まあ、突然絶好調になって、チームはなぜかこう3連勝しちゃって、で、そのおかげで、まあ、全体1位指名権を獲得できたわけですから、本当にですね、ベタンコートに感謝すべきだと思うんですけれども、ただマリナーズとしてはちょっと予想外でしたよね。ベタンコートがあのタイミングでいきなりあれだけのバッティングを見せるとは誰も思ってなかったでしょうし、あれだけ1年間チームの状態が悪かったのに最後の最後で3連勝してしまうなんてきっと誰もフロントの中では思ってなかったと思うんですよ、まあ、という具合にですねマリナーズは大逆転で全体1位指名権を逃してしまったんですけれども、まあ、これがですね後に大きな差につながってしまうんですね。でそれが2009年ドラフトの全体1位と全体2位指名でもう明らかに明暗が分かれたからなんですね。ナショナルズは全体1位指名権を使って、まあ大方の予想通りスティーブン・ストラスバーグを指名したんですけれども、まあストラスバーグはですね、きっちり、まあその後もメジャーリーガーとしても成長して、もちろんそのトミー・ジョン手術とかも経験はしたんですけれども、まあ今やチームのエース格に成長していますし、まあ昨年はですね、本当にフル回転して、ナショナルズの史上初のワールドシリーズ出場、そしてワールドシリーズ制覇に大きく貢献しましたよね。で、通算のウィンズ・アボブ・リプレイスメント。まあ、平均の選手と比べた時にどれだけ勝利に貢献したかという指標があるんですけれども、ストラスバーグはここまで通算で 36.7 と、まあ、もちろんそのドラフト史上最高の投手と言われていたほどでは、まあ、もちろんないのかもしれないんですけれども、それでも31歳で 36.7 という数字は、まあ、十分に立派な数字なんですね。なのでナショナルズはストラスバーグという投手できっちりですねフランチャイズの運命を変えることができたんですね。で、一方のマリナーズはどうなったのかというと、全体2位指名を使って、ノースカロライナ大学のダスティン・アクリーという選手を指名したんですね。アクリーは大学時代、卓越した打撃センスが非常に評価されていた選手でしたので、マリナーズとしても、まあ2位指名でアクリーということであれば、まあ満足かなとは思ってたと思うんですけれども、ただ残念ながらアクリーの打撃がメジャーで発揮されることはなくですね、まあ2016年以降は MLB の出場もないという状態に陥ってしまっているんですね。で、通算のウィンズアボプリプレイスメント、まあ、通算の FR で見ても、まあ、6.9 と、まあ、ストラスバーグとの差は歴然ですよね。私自身非常にアクリーには期待していましたし、また好きな選手でもあるんですけれど、ただメジャーで活躍できなかったっていうのは本当に残念ですし、ストラスバーグとこれだけの差がついてしまったっていうのもちょっと悲しいですね。ということでですね、ベタンコートの2008年の最後の3連戦の大活躍がまさかのマリナーズにとってはストラスバーグを失ってしまう展開につながって、でしかもこれがナショナルズとマリナーズの差につながってしまったわけなんですね。ナショナルズはストラスバーグと共に初めてのワールドシリーズ出場、そしてワールドチャンピオンになって、で一方でマリナーズはというと未だにワールドシリーズ出場もない、まあ、MLB で唯一のチームというわけですから、まあ、ここまでねチームの明暗があの3連戦で分かれるなんて当時は誰も想像していなかったでしょうね。たらればを言ってもしょうがないのは分かるんですけれども、ただあの試合あの3連戦でベタンコートがここまで活躍しなかったら、果たしてナショナルズとマリナーズはどういう運命をたどっていたのか想像せずにはいられないですね。ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。